開けモノマネ講座さあ皆さん、モノマネを習得すると心に余裕ができますぜひ今回のモノマネも挑戦してみてください今回は市原恵子さん、ナレーターのレジェンド市原さんに挑戦してみたいと思いますポイントとしては 非常に声が高いという点にあると思います。ドレミファソラシーといろんなこんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちはで、えー、話していって一番地声で出しやすい高めの音を目指します。そしてあら、嫌だこんな感じで発声してみてください。えー、このようにですね 着地の時がしっかりと地についた感じこれが一番大切なポイントではないかというふうに私は思いますあらいやだですとだの部分が非常に短いんですがあらいやだ均等に並んでいる感じ大変聞き取りやすい感じ市原さんを覚えますとちょっとしたインフォメーションを頼まれた時とか ちょ一言の挨拶とか、えー、習得しておくと大変助かりますリピートアフターミーあら、嫌だ大変結構ですこのように着地をゆっくりするそして声のトーンを高くさらには心が純粋な感じ お腹から声を出してるから嘘がつけないのこれを本心で語ってみてくださいお腹から声を出してるから嘘がつけないのいかがでしたかインフォメーションもできれば心もきれいになれる今回は市原恵子さんのモノマネ に挑戦でしたではまた次回